ばい、むせた、いきなり。本日はですね、キャンプ第14回目でございます。見ていただく通り雨でございます。恒例の雨ですね。なんでだろう、なんでこんなに雨に毎回悩まされなきゃいけないの。ナビうるさい。事故多発地点です。で、今回もですね、大好きな山梨県向かっておりますよ。あ、そしていつものように深夜、今4時ですね。4時なので、道の駅でちょっと仮眠取ってから、あ、これね、もう昨日が雨だったんで、そしてあの台風来たじゃないですか、最近大きな台風で、何個か忘れちゃったけど、その後なので地盤がね、地面がね、気になるんで、今回もバンガローに泊まろうかなと思っております。ではいつもの道の駅へ、レッツバスロマン。お腹空いたんでマクドナルド入ろうと思ったら台風の影響でやってませんでした。なので今回はセブンイレブンで朝ごはん食べます。見てください、全然ね、台風の影響か分かんないんですけど、売ってなくて、入荷できてないのかな、もしかして。朝からスミレですね、ラーメン。うまそう、いただきまーす。あー、美味しかったー。スミレ美味しかった。お腹いっぱいですよ。気がついたら明るくなっちゃいましたね。なんか、いつもと出発時間。あれ、こんなに遅かったっけな。もういつもついてるな、これな。で、なんで雨降んだよ。やんでくれよ、天気予報。曇りだっただろう。やばいんだけど、これ今回本当に、あーやだー、怖いよー、怖いよー。着きました、いつもの道の駅ですね。歌いすぎて若干声が枯れてますけど、雨が、トイレも行けないな、これじゃあ。まずは寝て、何時間後かに起きてみて、それ次第でこの動画がお蔵入りになるかどうかもかかってますね、この雨次第では。では、おやすみなさい。おはようございます。朝じゃない、11時です。もう思いのほか車の中での睡眠が気持ちよくて寝すぎてしまいました。そしてこの雨、止まなかったわ。雨が、あれから30分経ちましたが、未だにどうしたらいいか分からず道の駅に滞在しております。どうしてもキャンプがしたいんです。もう12時近くなっちゃいましたね。うだうだしてもしょうがないので、まずはいつもの行きつけのうどん食べて、ギリギリまで今日の宿泊先どうしようかなって悩もうかなって思ってます。楽しみですね、うどんね。天気もちょっとこれ良くなってきたね。霧雨だな、キャンプできるなこれな。ねえ、小雨だもんね。いただきます。今日はあったかい方でいきます。私はうまそう。ごちそうさまでした。うまい、本当にうまかった。お腹はね、結構空いてなかったんですよ、どちらかというと。だけどもう大盛り頼めばよかったなっていうぐらい美味しかった。まあ、あのやっぱり人気にはなってほしくないんですよね、あのお店は。なのであえてお店の名前言いませんけどね。で、今川口湖近辺走ってるんですけど、雨がね、止んだんですよ。で、今回行きたいキャンプ場が、サイコの
の近くなんで、その近くまで行ってみてからもう予約しちゃおうかなって。今日の夜雨ですけどね、食料は買わずにあえて乗り込みたいと思います。じゃあ予約して行っちゃいますね、キャンプ場。行こう行こう行こう。着きました。もみじ台キャンプ場ですかね、紅葉台、バンガローがメインのキャンプ場ですね。で目の前が、はい、最高でございます。今日はね、富士山見えないんで、どちらにしても、だからどこの湖でも一緒ですね。ただね、これ増水しててね、湖行けないかもしれない。ちょっと後で散歩してみます。では受付してきます。はい、本日のバンガローでございます。ここ初めからまあ知ってたんですけど、車をね横付けできないんですよ。なので今人がいないので、バンガローの横に車止めて荷物入れちゃいたいと思います。あれ、なんか思ったより広いんですよね。あっちだとね、あっちのバンガローだとほらテラスに椅子がないんだけど、こっちあるんですよね。え、十分すぎるんだけど、雨降っても大丈夫で。中身を見てみます。よいしょ、ちょっとごめんなさいね。あれ、はい、めっちゃ広いけど、あれ、あ、ベッドある。え、あ、すごい、十分すぎる。で、コンセント1個確かあるんだっけな。あら、広いじゃない。カメラワークごめんなさい。あ、じゃあ荷物入れちゃうかな。入れちゃいまーす。では場内散策いきます。で、マップもらったんですけど、こんな感じで今現在地がここの黄色いところで、黄色いところで、あっち先に行きたかったんですけど、トラックがね今止まってるんで行けないんですよね。でぐるーって回れる予定だったんですよ、向こうまで。それが行けないので、まあここだけこんな感じで、バンガロー群がたくさんに、ちょっとしてはないね、バンガロー群がたくさんあって、で目の前に綺麗なトイレですねがあって、あとはちょっと歩いてみたいと思います。はい、場内全体図ですね。これ坂の上の方だとね、車横付けで荷物を入れられなかったらめちゃくちゃきついわ。おそらくこの辺に車を止めて坂登っていかなきゃいけないと思うんですけど、上車止められるスペースほぼないんで、一気に荷物を下ろしてっていう感じになるのかな。ステージがありますね。何するんですかね。いいですね、こういうステージ。で、あちら炊事場かな。炊事場ちょっと人がいるんで撮れるかな。行ってみます。はい、こちらが炊事場ですね。キャンプ場特有の炊事場。いい雰囲気、いい香り。受付の上がねすごい広いと思ったんですよね。そしたら見てください、これ、ここ一面で、学校の行事とかでもしかしたら泊まるのかもしれない。黒板あるしね。さっきの広場のところでキャンプファイヤーとかねするみたいですね。すごっ。湖畔まで来ました。一回だけ川口湖の近くに泊まったことあるんですけどね、全然こっちはね、静かですねって言いながら今後ろ車通りましたけど、ほとんど今車通ってないんで、これはこれでいいですね。静かで落ち着けるわ。でこれボートもね乗れるそうなので、まあ、今日はさすがに乗らないけど乗ってみたいな。どうしようかな、悩むな。乗らないですね。これはいいですね。この湖畔沿いでむしろ焚き火とかしたいぐらい。酒飲んだり。はい、一
一通り準備終わったので、今からですねこちらのゆらりですね、あちょっと見えるか分かんないですけど、近くにある道の駅鳴沢の温泉の割引券いただいたのでそちら行ってきます。一つ強がってたことがあるんですけどね、今日クソ寒いっす。ほんと寒い。台風一過の後が真夏日だったんですけど、そっからの寒暖差やばいですね。なのでこれ露天風呂結構気持ちよさそう、楽しみですね。じゃあ行ってきまーす。着きました。道の駅鳴沢の中にあるだけあって綺麗ですね。そしてやっぱ広い、かなり広いですね。楽しみですね。いろんなお湯があるらしいので、もともと1300円のところを割引券使って900円になります。では中取れるかどうか分かりませんが行ってきまーす。リセットされた。ほんとキャンプと温泉は一体ですね、セットですね。いやね、今回の温泉もね、温水プール入ってるみたいで最高でしたね。温水プールみたいで900円だったら全然いいですね。もうね、見ていただくと分かる通り暗くなってきたんで、6時前5時半ぐらいですね。晩飯買ってないんですよ、雨降ると思ってたんで。なので晩飯を買います。で戻って晩飯作ります。今日はちょっとね、作る気起きないですね。あんまり手抜き料理にしようかなと思います。では近くのマックスバリューへ行きますね。着きました、マックスバリュー。よくよく考えてみたらこのパターン初めてですね。温泉とかのあとこの遅い時間帯に買い出しっていう行動、たまらんすね。これ雨降ったら焚き火できないから、それによって料理が変わってきますね。少し楽しんできます。いや、買い物終わりました。作るものがね全然定まらず1時間ぐらいいちゃいましたね。で結局アヒージョと、ステーキ買って、もういいやってなっちゃって今からキャンプ場に戻ります。もういい時間ですね。6時半なんで作り始めるのが7時になりますね。この辺でそしたら前半は終わろうかな。前半終わって後編は あれこれ雨降ってきたぞ。楽しみですね。後編雨の中のディナーになるのかどうなるのか、お楽しみにしていただけたら嬉しいです。本当に雨降ってきた。ほらポツポツ聞こえます。よかったですね。続きは概要欄からご覧になれますので、ぜひご覧ください、そしてよかったらチャンネル登録、高評価など押していただけたら嬉しいです。ではまた後編で、バイバイ。寒い、寒すぎる。寒い、何度なんだこれ。今真冬じゃないか、真冬は言い過ぎか。ああ、